プレミアプロのワークスペースっていうのは作る動画や好みによって人それぞれ変わりますと。デフォルトで作業に応じたレイアウトは用意されていますが、デフォルトのワークスペースで使うことはないですね。もう自分なりにカスタマイズしてます。プレミアプロのワークスペースの解説を以前動画で出したんですけれども、その動画ではすごく基本的なお話をしましたが、今回はプレミアプロのまず中島はどういう作業環境なのかっていうのと、その上でどういったワークスペースにしているのかっていう話を解説していきます。中島はどういう作業環境なのかというと、まずモニターが2つあります。このように横長のモニターがメインモニターの横についています。でプレミアプロはこちらの画面に表示させています。まあ一つの画面の中にプレミアプロを表示させて、こちらの横のモニターでは何かこう Google Chrome のねウィンドウであったりとかメモとか、まあ別の、まあ、LINE の画面とかね別の画面を表示させています。なので基本的にプレミアプロはこちらのメインモニターに移した上で、作業しているので、その上で中島がどういう作業レイアウトなのか、ワークスペースをどうやって自分の使いやすいようにカスタマイズしているのかっていうのをお話ししていきます。あとはどのようにカスタマイズをすればいいのかという方法もお話をしていきます。ということで画面に行っちゃいましょう。まずどんなワークスペースにしているのかもうお見せしちゃいます。この画面です。はい、この画面です。ドンということで、まあ、各パネルの説明はね以前ワークスペースパネルのワークスペースの解説動画を出してそこで話しておりますが、まあ、またおさらいをすると、左上にプロジェクトに格納されている、まあ、素材一覧というものがあります。でエフェクトコントロール、まあ、このエフェクトコントロールクリップを選択したらね表示できるようになるので、いちいちなんかウィンドウのどこかに閉じて置いておくんじゃなくて常に表示させておきます。でソースも、まあ、素材確認するときは見たりするので常に表示させています。でそこからプログラムモニター、編集のプレビューをモニターをここでね確認をして、エフェクトとエッセンシャルサウンドとエッセンシャルグラフィックスのウィンドウをこのように常に表示させています。でエッセンシャルグラフィックスは縦少しだけねエフェクトとエッセンシャルサウンドはこうやって2分割で置いてるけど、エッセンシャルグラフィックスは縦に置いています。縦長に置いています。なぜかというとこのようにアニメーションをいっぱい見たいからです。ちっちゃいウィンドウだと見にくいのでこのようにしております。で左下にツールがあって、下一面がほとんどこのようなタイムラインになっております。でなぜこうしてるかというと、やっぱり下の画面にいろいろモニターウィンドウか、パネル置いておくと、まあ、見づらいわけですよ。結局ここで編集をすることが一番多いので、ここのタイムラインは横長に極力見ておきたい。その方が作業がしやすいです、僕の場合は、はい、だからこのようにしておりますというのがレイアウト、まあ僕がこのレイアウトにしている理由になります。でまあもちろんね左下がいいとか右上がいいとかいろいろ変わってくると思いますけれども、では自分好みのワークスペースにするにはどうしたらいいかというと、まずこのウィンドウを移動させる方法は、こうやってウィンドウを選んだらここで左クリック押したままずっとこうやってウィンドウ移動させると、このようにブルーアウト、まあブルーですよね、青色にこうやって変化します。紫にも見えるな。まあ、こうやってじゃあここで離すと、さっきソースのタブを選んでいましたが、このようにプログラムモニターの横に配置されました。エフェクトコントロールを逆にじゃあプログラムの横に置きたいなっていうなら、こうやってグーッとクリックしたままここで離すとこうなります。はい、なのでまずウィンドウの動かし方はこのようにしましょう。ちょっと気持ち悪いから一回ワークスペース元に戻して、じゃあ仮にですよ、仮にこのソースエフェクトコントロール分けなくていいや、一つの画面でいいよということであれば、ここ重ねちゃいます。そうすると横移動したらタブの切り替えができますよという画面になりますとね、こうやってなります。でじゃあこの画面でもう保存をしたいという場合は、ワークスペースウィンドウからワークスペースで新規ワークスペースとして保存をします。そうすると名前を付けられます。ここで、まあ、20220824
自宅モニターとかね、あの時期も記載をしておくといつが最新なのかなっていうふうに分かるので、まあ、僕はそうやってやってるんですけれども、まあ、その結果ワークスペース 5K2022 というね名前になっていますが、まあ、先ほどのように保存をしたらここで、自宅 PC 自宅デスクとかっていうふうに出てきます。はい、もう使ってませんこの辺は。まあ、なのでその時々で、まあ、やる編集によって最適なレイアウトっていうのは変わってくるので、たまに変えたりするんですけれども、まあ、例えばこういったよいしょプラグインをね入れたりすると新しいウィンドウがこうやって出てくるわけですよ。でそれをじゃあどこに配置させるのか、まあ、これをそのままこうやってね配置させるんだったら表示させるウィンドウが増えるわけですよ。じゃあこうやって今回の編集ではこんないろんなウィンドウをたくさん使って編集したいなっていうふうになった場合にどれが最適かっていうのはその時で変わるわけですね。まあ、なので基本的に自分はこの作業で行うなっていうものを決めた上でその時々で自分が使いやすいようにカスタマイズを常にしていくっていうことが必要になってきます。中地のクリエイティブ大学。作る動画や好みでこのレイアウト変わってきます。十人十色です。なのでまあ中島のように真似ていただいてもいいですし、いや逆にそれだと使いづらいっていう方いると思います。なので、まあ、そういう方はですね、まあ、自分好みにカスタマイズしてみてくださいと。やっぱワークスペースのカスタマイズはあの編集回数をこなしていった先に最適解が見えるなと思います。やっぱ使い始めの頃は何が最適かってわからないし、何が使いやすいかもわかんないんですよ。あとあれですね、13インチとか使ってる方はすごく編集しづらいと思います。特にデフォルトのままだと下のこの編集するタイムラインの表示がちっちゃかったりするので作業効率編集効率めちゃくちゃ下がるんですね。まあ、なのでそういう画面が小さい方とか作業がしにくいなっていうふうに思っている方はなおさら初期の段階でワークスペースのカスタマイズをするとすごくいいかなと思います。僕は普段自宅のこの LG の 5K27 インチぐらいかなのモニターで作業しているんですけど、やっぱでかいですよ。すごく編集がやりやすいです。かたやこちらの M1 MacBook Air は多分13インチ外で編集をこれでするとめちゃくちゃやりづらい。なんせ表示領域がちっちゃい、すごいちっちゃいんですよ。やりづらい。やっぱりね、画面は大きい方がやりやすい。まあ、でもそういうやりにくさがあるからこそワークスペースはカスタマイズする余地があるっていうことですね。まあ、それでもなお編集しづらいなら画面大きくするしかないんですけど、まあね、パソコンも高くない、安くないじゃないですか逆だったね、はい。まあ、なので、まあ、そういう方はですね、まあ、そういう煩わしさを感じている方はもう初期の段階でワークスペースカスタマイズすることをお勧めしますということで、今回の動画は以上になります。高評価チャンネル登録コメントぜひしていただけたらと思います。ということでありがとうございました。